さん乃木坂ってとこ司会のバナナマンです。はい、こんばんは。そして乃木坂ちゃんでーす、はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします、うん、プレゼント for you 出ました。いいね、決まったね。はい、決まりました。さあさあさあ、あれ秋元さん、はい、どうしたの。どうした、また目立とうとして。いやいや、目立ち方がすげえなそれな。違う、なんか目の中になんか傷がついちゃって、うん、ちょっと今あれ隠してる感じ。あ、そう、はい、え、ちょっと見せて。え、ダメですよ、みんな見せたら。何、赤くなってんの。ちょっとさあ、うん、今日なんか何、なんか持ってんね、みんな。なんだろうね、橋本なんかすげえでかいの持ってたよ。なんだなんだろうね。うん、うん、さあ、じゃあ本日やる企画、日村さん、はい、甘い甘いチョコのような感じで発表お願いします。ありました、お願いします。チョコを渡すとしたらどの面だ。乃木坂バレンタイン2015。ねえ、そうですよ、バレンタイン、そういうことかね。もう第2回目ということで、これ好評ですよね。前回やって、まあね、そう、人気のある人とない人がバッと上がるというね。いやいや、そういうことじゃない、メンバー内での成績発表みたいなね、ところもありますからね。というわけで今年もメンバー内バレンタインチョコ交換会を開催。メンバーから一人を選び、チョコとそのメンバーのために選んだプレゼントを渡していただきます。ちなみに松井、若月、生駒が欠席、3人を除いた15名で行います。桜井も若月だよね。そう、はい、あそこがドレズだから ね、 ねもうがっつりだよ、ね、ドレズじゃないね。ドレズ、あれドレズって聞いてるけども、いやいや、やめてください。ドではないよね、ドではないよね。レズなのね、ただの普通なの。ノーマル、ノーマル、ノーマル。やばい、いろんなところほぼ言っちゃった俺。じゃあやばいやばい、あのそこはレズです、ドレズですって言っちゃった。じゃあ行きたいと思います、ね、参りましょう。さあ最初の方は、はい、高山。高山、去年さ、はい、なんかプレゼントすげえ、なんかみんな結構いいものあげてたの、高山がなんかケチだって噂が出た、あのなんだっけ、ノリかなんかあげたの。ストッキング、ストッキング、ストッキングだっけ。そうそう、うん、なんかみんなこんないいもの持ってくると思わなかった。いや本当にびっくりしました。なんで今年は去年の教訓を生かして、うん、本当にあのお金とか考えずに、うん、本当喜んでいただけそうなものをガチで選んできたので、その子がね、その子が喜んでもらえるもの、だから今回楽しみなんです、私のが。さあそれでは高山さん、うん、はい、チョコを渡した相手誰でしょうか。あ、ドラムロールの後に高山は誰にチョコを渡すんでしょうね。誰だ。いくちゃんです。おー、いくと、いくと、じゃあ前の方に、本人から意外という言葉が。あ、そう、さあ、さあそれでは、はい、生田さんにね、あの、まあ、告白の言葉を添えて、はいはい、チョコを渡していただきたいと思います、うん、はい、え、いくちゃんが、10枚目シングルのセンターで頑張ってくれてありがとうって意味と、誕生日おめでとうってことと、 あと高校卒業おめでとうって意味も込めて、今度家族で、ね、ずっとローストビーフ食べ行こうっていう約束をしてて、お父さん同士が仲良くて、お父さんとお父さんがローストビーフを食べ行こう。いくちゃんファミリーと、うちのファミリー、家族ぐるみの。そうなんですよ、でもなかなかいくちゃんの勉強が忙しくて、うん、あの大変で頑張ってる姿はすごい応援してるんですけど、落ち着いたら今度ご飯でも行きましょう、はい、うん、ということで、はい、これ受け取ってください、どうぞ。ありがとう、嬉しい、はい、ありがとう。ではまずプレゼントの中身を確認。え、食べ物、うん、え、さあ何でしょうか。なんか可愛い箱ですね。あ、マフィア。何でしょうか。わ、すごい、あ、バームクーヘンだ。バームクーヘンだ。何、高山これは。いくちゃんがバームクーヘン大好きなんで、うん、で、あのなんかドイツ出身だから、うん、で、なんか、で、なんかドイツのバームクーヘン、うん、探したら、なんかこれがなんか結構有名らしくて、東京で、あ、走って買いに行って、なんで歩かないで走って買いに行ったのね。そう、急いで売り切れちゃうかもしれないし、買ってきました、せっかくなので早速試食してみましょう。生田なりに切ってみてよ、ちょっと。すごい、なんか生田が食いたい、生田もらったもんなんだから、生田がちゃんとほら、わかんない、どうしよう。何、生田、何やってるんですか。ナイフ、ナイフ気をつけて。おお、おお、そこにそれを出す用のお皿じゃなかったじゃん。よかったね。切ります。切れるかね。なんかすげえな。
おお、上手じゃん。ああ、上手に切れたね。上手。それ切れる。成長したね。あ、なんだなんだ。どうする？ないじゃん。ないじゃん。ないじゃん。さっきのビロビロのテープが入ったまんま。切り返しましたね。ではそのお味は？美味しいって言ったの、ね、美味しいって言ったの、ね、よかった、はい、よかった、うまいそのバームクーヘン、すごい美味しいです、美味しい、よかった、うん、チョコは普通のチョコなの、実はチョコも、なんかその形がすごいイクちゃんっぽいなと思って、形がなんかオクタっぽい、そうなんです、見たいよね、変わってるんですよ、すごい可愛くて、どれ、可愛い、なんかカップケーキになってるんですけど、あらー、わー、可愛いチョコだね、なんかそう、いくちゃんってなんかアリスっぽくて、なんかアリスイコールティーカップみたいな感じで、うん、これ見て、いくちゃんっぽいなと思って、食べたろ、え、いいですか、ぜひ、じゃあいただきます、じゃあ食べれるかな、いやいや、ひまさんはいくとはどういう目線で見てるの、切れるかなとか食べれるかな、赤ん坊じゃないんだから、うん、最高に、うん、プリプリ、いやいや、パリパリ、なんでプリプリしてるの、やったよかった、うん、そして気になるのは両思いかどうかですよね、生田が、渡した相手が高山だったら、これはもうね、もうバッチリですよ、はい、ということでここで生田の気持ちを確認、もしチョコを渡したい相手が高山であれば晴れて両思いです、チョコを渡すのは高山ですか、これ悲しいな、このローストビーフ食べに行こうね、食べに行こうね、約束だよ、あれこれはあれ、でもやっぱり今回気合い入れたから、うん、余計に心が痛くて、うん、でもまだ癒してくれる人がいるかもしれないってこと、ね、あ、それがあります、続いて告白するのは高山を振った生田、果たしてチョコを渡したい相手とは一体、マイアンです、おー、先輩登場、待った、あ、出た、ちょっと待った、来ました、ちょっと待った、お、あ、白石にあげたい人、あら、ま、2人来ちゃいましたね、白石をめぐる争い、まずは生田の告白から、あのマイアンにはよく服をもらったり、なんかアクセサリーをもらったり、あとなんかいろんなファッションのことを教えてもらったりとか、すごくいろいろお世話になってるんだけど、何もお返しができてないので、今日はそのお礼にと思ってチョコとあとあるものを用意してきました、ぜひ楽しんでください、楽しみなんだ、ね、ありがとうございます、はい、素晴らしい、さあ、はい、さあ来たよ、ちょっと待った、かけてきたよ、ね、あった、あ、じゃあお願いします、マイアンとは同い年ということもあって、あ、もう最近は特に結構仲良く、この間も一緒に岩盤浴に行ったりとか、何もそんな感じなの、はい、何で岩盤浴、お世話になってるので、うん、今日はその感謝の意味と、うん、あとプレゼントはマイアンがいつも忙しいから、ちょっとそれに関係してあるかもしれないです、見てください、ありがとうございます、はい、おめでとう、それでは2人のプレゼントを見ていきましょう、まずはエト、なんだ、何、あ、何、しないし、教えて、犬の本です、え、犬飼うの、欲しいです、あの、あら、マイヤもずっと犬が飼いたいってずっと言ってたので、うん、これが今年のなんか、いろんなワンちゃんがこう、あ、そうなんだ、いろんな犬種も載ってて、あ、そうなんだ、それでチワワはあの私が飼ってるのもあったと、マイヤにすごい似てるじゃないですか、チワワ、確かに似てる、チワワを好きになってもらいたいなっていうのも、チワワ飼いたいんですか、これはでも知ってるからこそのプレゼントですね、はい、ありがとうございます、いいですね、いいですね、これは、続いて生田のプレゼントは、これは、はい、あの宝塚のペアチケット、宝塚、なんで白石宝塚好きなの、いや、これと言ってあれですけど興味はあるので、え、一緒に、そう、一緒に、あー、なるほどね、ほら、まだあの、スケジュールとかもあるので、これから買うんですけど、嘘、ありが
とうございます。あ、生田好きなんだ、宝塚。私、一回も見に行ったことがなくて、宝塚は。だからすごい興味があって行きたいなと思ってた。あー、なるほど、いいね。今見れるのがルパン三世らしいので。ルパンやってんの？そうそう、ルパンやってるらしい。だから雪組のルパン三世を見に行けたらいいなと。あら、行きましょう。あ、いいね。私の分も入れちゃってるんです。いや、でもこれもらったのは白石だから、行きたい人は白石が選ぶの。あ、でも私オペラグラス2つ持ってるから1個貸せるし。でもそれは借りて違う人と行ってもらう。いや、わかんないよ、この白石があげたらもう両思いだから。ただあげちゃったから、これは今白石のものなんでね、うん、もう生田さんはそれ以上もう。そうだよ、自分と行くって思ってたかもしれないけど。そうですね、それはわかんない。あげちゃったんで。でもなんか幕間にお弁当が食べれるらしくて、もし行った暁には私がお弁当もじゃあ、あ、なるほどね、お弁当代も出してくれるんだ、はい、なるほどじゃねえよ、白石も。よっしゃ。このカップル成立なるか。生田と江藤へ白石の回答、果たしてカップル成立なるか。この中にチョコを渡したいメンバーはいますか。いません。あいないよ。あれ、なかなか届かないもんだね、思いって。そうだね、おそう、仲良くはしてるけども違うんだ。岩盤浴まで一緒に行ってんのにね。ハフーンも見ましたし、岩盤浴で。岩盤浴でハフーン。岩盤浴って裸でやってたってこと。なんかあの来て、はい、あれのね、生田もね、残念ですね。まあでも宝塚一緒に見に行けるので。そうね、でも分かんない。分かんないですよ。あなたそれ分かりませんからね。はい、ちょっとそれを切に願ってます。なるほど。ここまでの乃木坂相関図はご覧の通り、白石は去年挙げた生田を振るといった形に。カズミがずっともらって。そうだね、そうだね。あのさっきそうだよ、私にしとけばよかった、ね、私にしとけばよかった。続いては白石、果たしてチョコを渡したい相手とは。真夏です。あれ、秋元前にどこが、あ、来た、あれ、ちょっと待って、あれあれ、あらららら、あれあれあれ、やばい、二人手が上がった。嘘でしょ。斉藤飛鳥、あれ、秋元大人気。秋元ってみんなから嫌われてるじゃない。嫌われてるじゃん。いや、嫌われてるじゃん。好かれてます、好かれてます。こんなわけないじゃん。いやいやいや、何この状態。モテ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 だよ。何これ、まさかの秋元株急高騰。それぞれの告白、まずは白石から。普段こういろいろいじってばっかりの真夏に感謝の気持ちを込めてぴったりのプレゼントを選んできました。なのでこれからもたくさんのいじらせてください。よろしくお願いします。あ、そういうのか。そういう黒石さんなんて言ってるけども、いろいろとってことで。そうですね。で、これは真夏の好きなマカロン。あれ、いやー、嬉しい。どうしよう、マイアンありがとう。はいはい、マカロンのプレゼント嬉しいよね。はい、めちゃくちゃ嬉しい。まだあと2人も、こんな美少女3人を、本当だよ、そう、私が加入した時からなんかすごい、なんていうの、気にしてくれてて、でなんか私の推しメンでもあるので、ほら、なので洋服とあとマカロン。いやマカロン今好きだっての知ってるから。はい、ありがとうございます。あらららららら、ら洋服、これも気になりますね、後で見たいですね。さあ、斉藤飛鳥、そこのつながりってあ、なんかあんま知らないですけど、ね、私も不思議です ね。あと顔面の今大きさが全然違いますけど。言わないよ、今バレないように頑張ってない、そんなことない、2個、2個入るぐらいね。さあ、じゃあお願いします。なんか、だいぶ前から服のお下がりをあげるねって言ってくれて、はい、1年くらいかな、経つんですけど、いまだにもらってなくて、聞くと、用意はしてあるんだよ、でも忘れちゃうのって言ってくるので、もう大丈夫ですの証。何これ、別々もうこれで、ね、もう結構です、もういいよと。あんまり気にすんなよってことも含めてね、気にしなくていいって。実はその服を川越ひなちゃんに、全部あげてしまって。はぁ、なんでどうだろうなと思って。どうしたら見ちゃったの。なんか欲しいっていうオーラがめっちゃ出てたんで、うん、あ、じゃあもう使ってくれるならと思って先にあげちゃって、うん、あれ、用意してたのになんでね。斉藤飛鳥のことはその時、いや、これはでもあげるんだってのないの、うん、ちょっと忘れちゃった。あれ、あら、これはひどいね。だからもう大丈夫ですな。なるほどね。
それではそんな斉藤のプレゼントから見ていきましょう。マカロンが豪華って言ってましたけど、わすごい、何すげえな、こんなになってんの、うわ高そう、おしゃれ、ね、おしゃれ、マカロンって高いよね、高いんだよ、そう嬉しいんですけど、なんか切ない切ないね、これでお別れだから噛み締めて食べてお別れだよこれで、ね、寂しいです、ね、もう一個あんの、何もう一個は普通のチョコなんです、あチョコ、あなるほど、チョコとプレゼントマカロン、そうです、うわあ、かわいい、何、あーかわいいじゃん、はい、ね、はい、これ食べてじゃあさよならだ、うん、ね、でもわかんないよ、両思いパターンがまだ残ってる、そうだったらどうするんだろうね、うん、中に何か入ってます、中に何か入ってます、なんだろうね、泥かな、ちょっとかな、恨みを込めても、美味しいです、すごい美味しいです、なんか見てるだけでコーヒーが飲みたくなってるよね、あーそうだね、うん、コーヒー来なきゃいいけど、いやいや、そんな、いやいや、来ない来ない、俺らチョコ食ってない続いて相良のプレゼントは、あ、なんだ、あ、ん、あら、あった、可愛いじゃん、嬉しい、うん、ベロンって出るやつだ、あ、肩が出んの、うん、なんかでも洋服とか選ぶとサイズとかもあるし大変だよね、フリーサイズを選びました、ああそっか、あれがフリーなの、ちっちゃくね、じゃあ日村さんが着てもいいってことだよ、フリーサイズフリーなの、フリーって、ラストは白石からのプレゼント、あの真夏は、うん、頭が大きくて入る帽子がないってすごい、これ、うん、番組でもね、そうなんですよ、だから帽子を探してきて、で真夏でも入るちょっと大きめの、うん、帽子貼って、あら、あれ可愛らしい帽子、え、可愛い、入る、いや、これ一番あれだね、頭がでかいっていじってたからって、さすがだね、さすが、さすが、これがでも入んなかったら地獄だね、やばいね、どう、本当に探してたんですよ帽子、さあ、じゃあ入るかどうか、なんと、あれちょっと白石さん、嘘だろ、嘘だろ、入るだろ、あれ、あれ、グッと、あれ、グッと、あれ、あれ、あれ、これでもちょっと、まあまあでもここでいい、この位置でいいんじゃない、これですか、合ってますか、でもあのペルーのおばさんとかみたいなの、うん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 、え、これでいいのかな、これ何、一番でかいやつだな、もしかして、一応、女性の中では、女性の中では、え、ちょっと待って、それでいいの、いいのかな、でもめちゃくちゃきついんですけど大丈夫ですか、いや頭が締め付けられてる、マイヤー入るの、これあ、ちょっと白石かぶっていて、あれすげえ、すっげえかわいいじゃん、あ、かぶり方が違ったんだ、後ろにこう持ってあれだ、後ろに構えんだよ、なるほどなるほど、じゃあちょっとそうやって後ろでやってみ、はい、うん嘘だろ、嘘だろ、こっちも入んないよ、あれ嘘だ、横から見たら完全にね入ってないんだよ、こっちの後ろ側が、そうほら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 、これ入ってないでしょ、あれか、髪結んでんの関係あんのかな、今入ってんの、秋元、まあでもでもね、でも可愛い、あーそう、あ、いい、いいんじゃない、ナオトインティライミみたいな、ナオトインティライミみたいにいいよ、ナオトインティライミみたいにいいよ、ここでお返事タイム、今度こそカップルは成立するのか、秋元がチョコを渡したいメンバーはいますか、うん、います、 いた、ついにいました、うちらじゃないので多分有利なんですなんでなんだ、わかりませんよさあ相良だという予想が入ってますがわかりませんさあ果たして秋元が選んだメンバーは、それではチョコを渡したいのは誰でしょうか、なんかドラゴンボールもなんか変な、なんか変化に戦うで、なんだろう、言った今言った、言いました、ダーンでしょ、ダーン、なんだろう、こんな閉まらないもんかね、うん、さあ、はい、さあ、はい、はい、お二人じゃん、はい、お二人ください、当たりましたね、さーっと、さーっと開けました、気を取り直して秋元から相良への告白タイムです、いおりはあの乃木坂に入ってきた当初から私を推しメンって言ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったです、あと最近メンバーがみんな冷たいので
冷たくならないうちにプレゼントを渡したいなと思って選んできました。あ、なるほど、ね、花垣です。はい、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 早めに囲っとこうって感じ。それ、え、チョコの方はケーキ？そうです、これは作りました。あ、手作り、手作り、すごい嬉しい。じゃあちょっとケーキの方からいきますか。まずは秋元の手作りケーキ、その出来栄えは。秋元はもうね、なんかお菓子とか作るの好きだって。そうか、ん、あー、これ何、え、チョコレートケーキ。チョコケーキです。これ作ったの、これ作ったの、すげえな、すごいすごい、うわ、うわ、果たしてそのお味は。いいよね、うん、なんか入ってる。あ、ナッツが、クリームにナッツを混ぜてちょっと食感を良くしようと思って。あ、そう、なんか歯とかが入ってたりとか。なぜ、なぜ歯を入れる。続いてプレゼントを確認。ここは両思い。そう、ね、ここは両思い。あ、これ、あれ、服着た。わ、かわいい、ずっとした。なんかベルトがついてて肩が出るようになってる。あー、そういうことか。でベルトでここを止めると、うん、あの太ももも出るっていう。あ、あ、秋元スタイル。私のスタイルを継承してほしくて。いよいが汚れてく。いよいが汚れる。いよいが汚れる。そうなんです。これ肩出すとか持ってますね。あ、普段は着ない。あれ、じゃあこれで、ね、着ます。あ、着ます。お、あら、やったー、あらー、お互いに服をあげようって、ね、そういうこと、たまたまよくできた、うん、ね、ね、うん、ね、両思いって、はい、はい、嬉しい、ありがとうございます。仲良くしてください。ここまでの乃木坂相関図はご覧の通り、あの秋元になんと3人が告白。今年はついに秋元の年に、橋本の大きなプレゼント、中身は一体。次回乃木坂バレンタイン後半戦、次々と明らかになるメンバーの秘めたる思い、果たしてカップル成立なるか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。感謝してます、ありがとう。なるほど、本当だ、これ手作りで作ってきたんです。橋本の大きなプレゼント、中身は一体。